ははい、えー、こんんにちは山内一のけりり今日ちょっと短めですが、えー、ひとまずですねあのー、朝の連続テレビ小説「ュラさん総集編」が3週にわたって放送されて、えーまあ、いろいろお話しさせていただきましたが、あのー、たくさん反響いただきありがとうございます、えー、本当にあのー、まあ、自分で言っちゃいけないんですよ僕らあのー、なんか昔の作品をこう見ていただくことに対してなんかよく言いがちじゃないですか、あのー お恥ずかかしいですがとか言いがちなんですけどこれはもう作品に携わった僕らが自ら「お恥ずかしい」なんて言葉を使うのは本当に、まあ、言っちゃうんですけどねあの言語道断なんで本当に堂々と、えー、おすすめさせていただいたわけですがまあといっても僕に関して言ったら本当にあの20年前まあみんなそっかなんでちょっと今更。 自分のなんか手柄のように話すのは、まあ、正直こうおっくうというかなんかおこがましいなと思うところがあったんですけど本当にあの楽しんでいただけたなら幸いです、まあ、そういうタイミングでこういう千楽さんの話する動画上げたりとか、まあ、ちゃんと再生数稼ぎ的なこっそりこともしてるんでなんか大人になったなと <laughs> あの思いますけどでも本当に振り返 にあたって皆さんのコメントとか反応でああなるほどと思い出すことがたくさんあって楽しかったですありがとうございましたトゥエルビーかなんかでまだ再放送ずっと続くんですよねそっちはなのでチュラさんの話題とかはもしかしたらまたあのお用意することがあるかもしれないので、えー、気にかけていただいた方は引き続きよろしくお願いします、えー、最近はですね <laughs> ちょっとコラボコラボチャンネル的なことしたいですね 役者じゃないジャンルの人とかは、えー、思ってますで、あのー、4月ぐらいに、まあ、こういうコロナ禍でこうどうやって発信していくかっていう中でメルカリっていうなんかフリーマーケットアプリを物販代わりにして使ってしまおうということで、えー、やっていたんですが、えー、お買いいいい上げたただいた方ありがとうございます最近ちょっと、えー、止まりがちなんですけど、まあ、ちょっとねあの4月にやったトークライブの YouTube でアップしてない あの YouTube にアップされてる部分もあるんですけど、山内うちトークライブ2020で検索していただければ出るんですけど、画像ちょっと横になってるけどね。あれの後半の部分とかも DVD あるいはブルーレイに焼いて、ちょっと販売しようかなと思ったんですけど、いかんせんですね、その、僕がメルカリというアプリを初めて始めたので、やり方がよう分かってない <laughs> っていうのと、あと、そうですね、まあリアクションがもうちょいこう、ファンの人のね、あったら、 よっしゃやろうと思ったんですけどまああの数ではないですか、まあ並々だなっていうところでじゃあなんかちょ改めて別の形で模索してもいいかなっていうところで、えー、今ちょっと止めがちですすいませんはいでもあのいろいろ買っていただいた方とかえー、嬉しかったですあの僕の食費高熱費になりました <laughs> えっとそうですねあとは何だろうなうんー あのー、あ音速ラインのさ大久保さん格闘技を好きなんですね最近なんかツイッターとか拝見しててあれ格闘技を好きなのかなって思ってたんですけど思い切ってツイッターでなんかリップ編タイムみたいな10分だけやってるタイミングに言い合わせたんでお聞きしたら、あのー、ライズの秀樹選手が好きって言っててうわ会いたいって思っちゃいましたねもう大先輩だからこっちから会いたいとかうかつに。 言えないですけどそう格闘技の話をまたしたける選手とレオナ・ペターズ選手試合流れちゃいましたもんねたける選手骨折してなあうんあのリンチの葉月さんも格闘技お好きね原口健人選手をスポンサーになってるんですねスポンサー契約してるすげえと思って原口健人選手強かったですねでもこの前のライズうんあのね白鳥選手と決勝に勝 必ずしもならないんじゃないかなと思ってたけどまあどっちにしても原口選手は圧勝して優勝するかなと思ってたんでまあ予想通り、うん、なんですけどこの前のライジンも大原選手が八千選手 KO するみたいな1ラウンドで決めるみたいな予想しててまあ結果の判定3ラウンドでしたけど割とね僕結構いい予想するんですよただその <laughs> 後出しなんですよね 必ず、必ず後出しするから、これ予想としては意味ないですよね。よくあるやつですよ。ほら見て、見てみろ、みたいな。あの子、売れるって言ったでしょみたいなね。私が売れるって言ったから売れた、みたいな。それ、みんな言ってんだよ、みたいな、<laughs> ありますけど。ちょっと、予想動画とか、また藤丸くんとか交えて、ね、やりたいなと思います。なんか、眠たそう。うん。まあ、こんな感じで今日は、えー、とりあえず、 最近の近況ありがとうございますの報告でしたラジオとかも聞いてください